札幌医科大学はこちらをご覧ください。ここではチーム医療の取り組みが紹介されています。札幌医科大学の地域医療合同セミナーという科目では、医学部と保健医療学部が合同で地域医療を学びます。1年次から3年次まで毎年各地域に滞在しながら実習、それぞれの地域が抱える課題について調べたり、現地の方々に対する健康教育を実施したりと、段階を追って専門家としての自分たちの役割を学んでいきます。4年次には総まとめとしてこれまでの経験を社会に対して発表、高校生もこの発表を聞くことができるんですよ。広大な北海道では都市部から遠く離れた地域になると、スタッフや設備などが十分に揃っていない厳しい現場で医療を行うこともあります。限られた条件の中、医師や看護師、理学療法士、作業療法士といった専門家がお互いを補い合いながら連携し、チームを組んで医療に当たることが大事。そんな北海道で求められる医療人を育成しようという取り組みなんですね。